はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2ユートルカの不思議な足の中に続きやっていきたいと思います。前回ですね、ドラゴンクエスト10のね、モンスター作ってました。こんなんね、作ったんですけど、マーリンとかね、まあ、配合を結構ね、マーモンとかね、プスゴンとか使ってやってたんですけど、まあこれはね、詳細は前回の動画全部説明してますので、まあそれ説明しちゃうとね、今回の動画ね、入りきんなくなっちゃうので、まあ今回もドラゴンクエスト10のモンスター作りたいんですけど、今回もね、また一風変わった感じで、ちょっとね、違うことも混ぜながらやりたいと思うんですけど、まずね、続きですね。前回がね、このね、バサグランデとかね、こんなん作りましたね。ガットリベリオ、ギルギッシュ、ジュリアンテはね、前に動画で作ってたんですけど、アラグネ作ってなかったんで、まあ、アラグネを作ってね、4体モンスターできて、4体配合でできる感じです。ちなみにアラグネと言いますと、まあ、こんな感じでね、大雲のモンスターですけど、スカルスパイダーとね、若葉の精霊とかでね、前回作り方説明してますんで、若葉の精霊も作ってね、スカルスパイダーも作りましたんで、まあ図鑑はちょこちょこ埋まっている感じですね。それで、出来上がって、まあこれが片割れなんですけど、今回ね、ドラゴンクエスト10のモンスターの、まあ配合パート2なんですけど、今回ね、こういうモンスター必要ないですよ。グラコスとかね、ランク A で出てくるんですけど、このグラコスと、ね、バルザックとかいいんですけどね。バルザック持ってたの確か。今回これも使いますね、スカルスパイダー。前回作ったんですけどね、これもね。前回作ったんですけど、前回の配合で使っちゃったんで、今手持ちにいないのでね。普通にもう霜降りやってスカウトってやればもう手に入るようなパーセンテージなんでね、そこまでね減らしたりとか考えなくていいんですけど、いろんないますね。スライムファミリーだっけあれ。ねモンスターパレードとかも入りましたね。それはね、モヒカントじゃなくて、ね、グラコスがいないな。あ、いたいたいた。ペチタークとかもいますね。このグラコスが必要なんで。え。何気にね、捕まえてますけどね、配合すると結構大変だったと思いますよ。まあ、作り方説明しますけど、まあ、こんな感じですね。ベリアルがいればね、いいですね。まあ、ベリアルなんですけどね、まあ、マーマンとかオクトセントリーはできるとして、ベリアルも、まあ、こんな感じですね。グレートドラゴンとアークデーモンとかね。まあ、アークデーモンがいれば、まあ、それにね、まあ、ベースがアークデーモンなんで、まあ、ちょっとしたモンスター配合すればできるかなって感じはするんですけどね。ですね、今捕まえてきたグラコスと、前ね、これね、手に入れたバルザック言いましたよね。まあ、こんな感じでできるんですけど、バルザックビーストも、勝ち抜きバトルのね、50勝かな ?50 勝でもらえますね。で、100勝でウルベアマシン兵でもらえるんですけど、このバルザックビーストとね、アルゴングレートとかで、まあ、バルザックできるんですけどね。他国のマスターからスカウトしてもいいですけどね、そうすると、このバルザックビーストが埋まらなくなるので、まあ、自分、どっちみち手に入れるんでしたら、バルザックビースト手に入れてから作ろうとか思ってたんでね。スカウトでね、もし手に入っちゃったら、それはそれでまたやろうかなとか思ったんですけど、これね、ザイガスができます。これもドラクエ10にいたモンスターですね。悪魔ザイガス。これは悪魔ザイガススキルってないんだね。まあ、とりあえずは、まあ、暗黒ついてたら暗黒でいいか。とりあえずはね。で、このザイガスと、今ね、これね、ちょっと配合でメスのね、魔導器ベトラー作ったんですけど、これもね、ちょっと説明しますね。
ザイガスと、このベドラーでね、このイットができるんですけど、これね、ドラクエ10のモンスターですね。まあ前回から続いてドラクエ10のモンスター作りなんですけど、まあこれもね、ちょっと金の卵孵化させつつ、まあ、説明していきますね。とりあえずね、ベトラーとザイガスだけね、忘れちゃわないうちに。これなんですけど、ベトラーでね、ハテナ系なんですよね。で、これどこに出てくるかっていうと、ドラクエクエスト10の、まあオンラインなんですけど、オフラインクリアしてからね、まあオンラインやる形になると思うんですけど、オフラインのボスですね、これ。で、まあこんな感じでできます。ルバンカとマスタースライムでできますんで、これもね、だいぶ前に、ストーリー攻略中におそらく自分作ってると思いますので、ルバンカとマスタースライム、これできますね。冥王ネルゲルに使える魔物。魔物の中でも高齢だが、腰のヘルニアと戦いながら現役で頑張っている。だそうです。まあネルゲルの名前出てきましたけどね。まあ、ね、出てくるってことはいるんでしょうけど、まあそれを作ろうと思って頑張ってるんですけど、まあそれを元手にね、またさらに上とか見ますんでね。まあ、ちなみにバルザックですけど、こんな感じでしたね。まあバルザックビーストを使うんですけどね、アルゴングレートで自分説明してましたけど、ベリアルとかね、ギガンテスでもできますんで、まあ一番簡単なのはギガンテスかな。天空の世界に行ったらね、いますんでね、普通にね。ベリアルとアルゴングレートは、まあ鍵とかにはいるかもしれないけどね、アルゴングレートも他国のマスター持ってたりしますね。まあそんなに難しくはないんで、ギガンテスはもう本当にただスカウトすればいいだけなんで一番簡単ですけどね。生物界のルールを無視し、極限まで進化した魔物の姿、進化の飛行に目がくらんだ哀れな人間の悲しい末路ということで、これドラゴンクエスト4に出てきます。はい、そしてね、悪魔ザイガスですけど、ランクエストですね、これね。バルザックとグラコスでできます。ある子供を探すため、下界にやってきた悪魔。調子に乗って威張っているが、悪魔町には頭が上がらない。悪魔町もね、まあこのイルルカには多分いないと思うんですけど、ジョカ3とかにいましたね、悪魔町ね。まあ、ちょっと特殊な戦闘ですけど、あれも強いんですよね。最初やると何気にね。はい、そしてね、死神の騎士とスカルスパイダーでね、これは、ピサロナイト2体でできます、死神の騎士ね。まあ、これも S ランクなんでね、S ランクで捕まえてこようと思ったんですけど、持ってたなと思ってね、そういえば。作ってそのままですね。で、スカルスパイダー先ほど捕まえたやつなんですけど、これもね、相棒でオーレンができますので、まあ、これを作っちゃいますね。これもね、ギルギッシュと同じような場所で出てくるんですけど、まあレベル上げなくちゃないよね、これもね。まあ、前回ちらっとね、こんなん次回作りますって言って紹介したんですけど、これスカルスパイダーと死神の騎士でできます。あるものを守るため、死後も戦い続ける執念の剣士。大きさの違う2本の剣を巧みに操って戦うと。まあこれもね、ちょっとレベル上げてきて、まあ配合調整してね、また4体配合でモンスター作ろうと思いますので、そこまでね、まあ、レベル上げて金の卵を孵化させるとこまでカットいたします。さて、またね、卵を孵化させながらねやろうかなと思うんですけど、前回ひどかったですよね。虹の卵を孵化させるぐらいまでねレベル上げたらね、ベル生まれましたからね、100万経験値100万のベル生まれて一瞬目疑いましたからね。お、グリフィンクス、まあいいかな、エグドラシル持ちのグリフィンクス。はい、ではね、ザイガスとベドラですけど、これでイットができますんで、まあ、これも作ってみましょう。イット持ちだね。あ、被ってるイオが。イオ&ギラ。いや、違うんだよな、欲しいの。違うんだよ。まあ、どっちみちね、魔法使い系作るわけじゃないから、まあ、このままでいいですけど、イットでしょ。イットはちょっとマックスにしたい。で、これちょっとレベル上げてこなくちゃいけないので、はい、マグンシットね、これドラゴン系ですね。これはザイガスとベドラで今のね配合でできますね。ランク SS です。高度な呪文を使いこなすとても賢い高位の魔物、戦いの腕もさることながら弱い心につけ込むのが得意と。まあ本当にね、最悪ですね。あ、ちなみにこの V ロンとかもねできてますんでね、まあまた今度ね、まあ、使っていこうかなとかいろいろ考えてるんですけどね。だって緊張の一瞬。あと1種類なんですけどね、ゲンマとかね。まだ他にも生まれるのいいんですけどね。なかなかレアなのは巡り合いませんね。ダンビラムリッチョ。はい、ですね、このね、先ほどのね、マグンシヒットと、このウルベアマシーヘンもらったやつですけどね。まあ、この配合でできるんですけど、これも今説明しますね。まあ、これだったら転生の末で、まあ、ここを巣にしとけばいいかな、とりあえずはね。で、ウルベアにして、まあ、山岳なんで、
まあ、引き継げるものは引き継げるけどね。はい、できました。オーレンとね、マリーンですね。これもちょっと振っとくか。マリーンはどうなんだ、これ。これはいるでしょ、絶対いるでしょ。はい、そしてね、ウルベアマシン兵と、悪魔じゃないね、これね。これで、天魔、カバルナできます。もう実際多分これバージョン1のストーリーの、まあ、絶対ね通らなくちゃいけないボスの中で一番強いと思うんだけど、一応ね、まあ、説明しますけど、ウルベアマーシン兵ねこんな感じですね。はるか昔に栄えた巨大帝国で作られたという戦闘兵器、帝国が滅んだことも知らず使命を果たすために戦う。でまたねレベル上げてきて、先ほどの、まあ、天魔を作ってね、まあ、その後のまた配合がね、前回のねバサグランデとねまた絡んでくるんですけど、まあそのあたりまでねやってね、まあ卵を回りながらやってね行けばいいかなと。でもなんだかんだね、20万ぐらい経験値貯まるぐらいまでやってるんで、それで出たりしてるんで、でお金も銀行にめちゃくちゃ預けてるんでなくならないんでね、そこまでやって出てって感じで繰り返してますね。レベル上げた方がねやっぱねスキルとか上がったりとか、まあ成長して強くなるんですけど、とりあえずね自分コレクターなんでね、まあ、ずっとこの繰り返しですけど、まあ、基本集めたら満足するっていうねやっぱね集めるのもね自力でね、まあ、やっぱ一生懸命集めた方が面白いんでね、まあそんなやり方してますけどね。さて、ですね、あともう配合が2回くらいかな。まあ、とりあえず1回やって、まあ、孵化させますけどね。こうやってる間ね、いいの生まれればいいんですけどね。忘れた頃に、やっぱね、ポロンと生まれたりしますからね。魔導スライム。はい、天魔、できます。天魔変わるな。天魔スキル。攻撃アップでスピードだ。ウェイ。天魔ができた。はい、そしてね、前作ったバサグランデね、こんな感じでしたよね。ジュリアンテ、キャトリベリオ、ギルギッシュ、アラグネムね。で、今回のカバルナが、上の4つ見たらわかるんですけど、マリーン、オーレン、ウルベア、イットね。イットはザイガスとベトラーね。配合したりとかいろいろありましたけど、まあ、それでできんのがこれです。はい、ラズバーン。2枠ですね。2枠ラズバーンですね。これ、確かジョーカー3だと1枠になってたような気がするけどね。2枠から1枠になったんだみたいな感じだったんですけどね。で、これができるので、まあ、ここまで作っちゃっていいかな。ラズバーンね。いや、次回でいいか、ラズバーンは。まあ、これができるということで。ラズバーンを作って、まあ、その先の配合で、とうとうね、ここまで来たらね、まあ、あるモンスターが見えるんですけど、まあ、そこまでできたらまた片割れ考えなくちゃいけないので、まあ、とりあえず金の卵孵化させつつ、レベル上げてきます。はい、天魔カバルナですけど、さすがにランク SS ですね、ここまで来るとね、もうそれ以上の感じになってるけどね。まあ、この4体配合ね、今説明した通りですね。魔天より現れた凶悪な魔物、長い長い歴史の中で幾度となくある民族と戦いを繰り広げてきた。これおそらくバージョン1の本当にね、先ほども言った通りストーリーの中で、まあ、一番強いんじゃないかなと思いますけど、多分次はアラグネなんじゃないかなと思ってね、まあ、そんな感じだと思うんですけどね。でこれを作って、まあ、パーティーに入れてね、スカート級のとこ行くとね、ちょっとね面白いことがあると思います。はい、ようやくこれでラストだと思うんですけど、はい、お、天魔カバルナは連れてきたな。よし、最後の父さんの教えクリアだ。で、なんじゃこりゃ、俺はこんな立派な魔物見たことねえぞ。とにかく最後のご褒美をやろう。本当によく頑張ったナイル。はい、聖剣レオソードをもらった。実はな、若い頃の俺がクリアできたのは最初の10問くらいまでだったんだ。あとは俺の親父から伝え聞いたことをただ教えていただけだったんだが、お前がその難問をクリアしてみせるたびに父さんの膝はガクガク震えていたよ。全くその若さで父親を超えるとはお前は大したやつだ。ははは。
さあ、スカート級はこれで終わりだ。今までよく頑張ったナイル。はい、ということで、もう何もないんだね。同じですね。ということで、まあ、最後なんで、金の卵だけ孵化させてね。さて、経験値貯めてきたんで、まあ、最後ね、金の卵だけ抜いてね、終わりましょう。まあ、ラズバーンもね、これでもう次、いきなり配合できますんで、その先のね、配合いきますんで、もう、あとちょっとですね。さ、グレン、ああね、グレンデルにね、とどめ刺されましたね。まあ、そういうこともあります。ということで、天幕アバルナですけど、こんな感じのスキルついてますね。まあ、呪文も使いますしね。何気に羽が取れると、いろいろ爆裂剣とかも確か使ってましたね。自動 HP、MP 回復ついてるの大きいですね、これね。だから、呪文も使えるし、攻撃もできるんで、まあ、このスキル結構いいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、バイションとかバイキルトとかあって攻撃力上がったりね。まあ、攻撃アップもつけてますし、賢さアップもつけてるんで、呪文もまあ、通ろうと思えば通るんじゃないかなと思いますけど、まあ、配合してしまいますんでね。これはこれですごくいいと思うんですよね。まあ、特性どうなんだろう。行動早いとかつけた方がいいんかなと思うけどね。結構激減とかついてるけど、行動早いつけると結構弱点出るんで、まあ普通がちょっと目立つかなっていうのもあるから、やっぱり弱点結構多くなっちゃうかなって感じもしますよね。まあそこは、まあ使いようなんですけど、まあいろいろね、まあ作ってますね、実は裏で。まあダイヤモンドスライムにね、ビリビリボディくっつけたりとかね、いろいろやってますんでね。まあ何がいいかとかは、まあ今後ね、イルヌカではまあ多分やんないと思いますけど、今後発売される、まあモンスターズのね、続編とかね、あるでしょうから、まあその時にね、あ、こんなんいいかなとかね、やっぱね、その時のために考えながらやってるのもありますんで、そうですね、まあいろいろ大変ですけど、ここまでなんとかたどり着きました。ドラケテも埋まってきたので、あとは細かいモンスターと、あと卵から生まれるモンスターなんで、まあ次回はね、そのままね、ラズバーンから作っていけばいいんですけど、その後の配合ですね、今いないモンスターとか、あと鍵から出てくるモンスターとかもいますんで、まあそんなんとかを、まあ埋めればいいので、そうだね、あとレアモンスターの V ロンとかね、あとニジゴロンとか、モンスターパレードもね、動画で紹介しましたけど、あれもね、全部手に入れてるんで、まあ前紹介したんでね、今回紹介しないですけど、まあ、だんだん埋まっていってるんでね。あそこ一番面倒だったんで先やっちゃったんですけど、あとね、ゲンマがカカロンだけかな。だからそれ出るまでね、ずっとね、繰り返してね、まあ裏でやって手に入れたら、まあその先の配合やっていいんですけど、そこら辺完成させないとね、まあいけないので、まあ頑張ってね、今後やっていきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。